あ、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 はいはいはい、高知中央公園のこちらの皆様、こんにちは。こんにちは。私たちよさこいチーム本村と言います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回、披露させていただきます曲は2021年の刹那、刹那、一瞬という意味の刹那にの刹に雪で、刹那と読みます。踊り子たちが、雪の結晶のように一人一人が個性あふれる演舞を披露しますので、とくととくとご覧あれ。さあさあ踊り子、今日1回目の演舞だけど元気はいいか。じゃあその笑顔と元気で参りましょう。ホムラ恒例の気合で、よいやー。2021刹那踊り子構え。暖かくこの時間、珍しく大雪が降るという。他にないことだと喜ぶ人、異様なことだと戸惑う人、それぞれに思いながら今日を迎えた。降り始めていた、とどまることを知らず降り続ける。一つまた一つ降ってくる雪に、人々は上の風を感じさせる。落ちてふわりふわりと舞い踊れ。ロケットレンズは一つが輝いて、まるで宇宙の星のように月の結晶を出していると、手のひらに入れるほど小さく吹かない雪だ。不思議より白く尖り始めた花は、日々あたり一気に輝く。高知の農家に来てみるや、ジンバもバンバもよう食べやすさ、いつは喜びに若気まわり、猫はこたつでまる。猫の鳴き声は切なさを感じさせる。強さを増す雪は恐ろしい一面を白く染め、白黒の雑風景に姿を変えた。人の気配も姿を消し、目の前もう見えないほど水とともに強く吹きつける。時に動物は恐竜して多くの仕掛かる。しかしその吹雪は我々の動機を黄色に揃え始めた。銀色に光るな雲の間から光が差し、外を見た者はその美しさに魅了された。雪化粧をしてまるで夢に見た景色のようである。あらゆるものが白く輝き、冬の訪れを喜ぶかのように鈴が森に林に響きながら音を鳴らしている。俺たち大地飲みしめて踊り明かり。
たい。だが人々の目に焼き付いたはずだ。時の流れは一瞬だが僕らはこの時は忘れないだろう。最後コーラ恒例のハイブリッド参りましょう。さあさあラストだ、笑顔で踊りてはっ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。改めましてよさこいチームホムラの皆さんでございました。ありがとう、ありがとうございます。激しかったですね。